なんか視聴者の方はもっとチョモのパートが聞きたいみたいなのもあるかもしれないね。あの次回よかったら次回の作品あのチョモちゃんのお目のお願いします的なコメントもね待ってますんで、曲名はアンコです。キリキリチョモチョモ、クールチョモチョモ、今日はいい日だね。見てる？くるぶしです。見るなよ。はい、オッケーちょっと旬なネタを取り入れてきましたけれども前回の動画ついに1年越しの3本目の MV ですね。あのオリジナル作品としてはそうやね。もう今年はミニアルバム作るか。いいね。ちょっと全部ね、あの2番とかも作ってね、普通のサイズに。そうそうそう、あのエネマグラとかもね、ワンコーラスなんでね、あれね。はい、で先日公開になった、デキストリン、今回はこのデキストリンの、メイキング、も含めですね、ちょっと語ったりも、ありつつ話していきましょう。はい、レディゴー。Aメロは俺が行くんすか？いや、だから基本は、くるちゃんかなって思ってる。B メロも俺だけですか？そうだね。ハモリがどこの入ってるから、俺は基本ハモリ行こうかなっていう。なるほど。で、C メロはチョモちゃんが行く。そうやね、C メロは行こうかな。ここのね、あの、チョモちゃんのレックのね、この、離れないでよの E のキーのね、何ダイナミクスがすごい良かった。すごい良かった。最後の転調前にも若干掛け合いになってるので、転調前のサビの後半は俺が歌って、で、転調でドカンクルチャーに行ってもらおうかなっていう感じ。で、ラストの落ちサビ。フィナーレ。はいはいはい。フィナーレはやっぱりクルちゃんに飾ってほしいので。ああ、そうっすか。いっちゃん最後はクルちゃんに行ってもらって。なるほど。その導入の前半の部分は俺が行って。うん。っていう感じ。で、どうでしょうか。はい、おーぐらいから。はい。出します。はい。行きまーす。はい。お願いします。デキストリーン、デキスト、もう一回行かします。オッケー。デキストリーン、デキストリーン、デキストリーン、気づけば君のこと好きになってた、紛れもない愛なんだ。 OK、はい、あの日のメモリーズ、なんかちょっとネイティブに言いたいんですよ。ネイティブメモR を、あれやね、巻く感じやね、じゃあ。メモリーズ。あの日のメモリーズ。あ、そう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 。そうそう。なくしたくないのさ。あの日のメモリーズ。笑って持ってる。君がくれたのは消えない。甘い香り。オッケー。あ、いや、これはいいんじゃない。今良かったっすね。うん、いいっすね。オッケー。これいいぜ。うん、これいいぜ。今日のゲスト、京子ちゃんで。おはようございます。また来た。また来た。なんで？え、ちょもちゃん、あのさっき衝撃なこと言ってましたけど、今日の撮影夜だと思ってたみたいな。京子ちゃん、いや素晴らしい。あのすいません、朝早くから。いや、あのね、これから撮影です。7時半。本当は8時に迎えに行くって言いましたけど、俺ら7時11分に着きましたね。すいません。はい、しくったね。京子ちゃん何も悪くないから、ね、いや全然全然全然素晴らしい。ありがとうございます。じゃあこれから撮影行きたいと思います。レッツゴー。レッツゴー。撮影が始まりました。まあ、京子ちゃんのカットをですね、撮ってるチョモちゃんたちを、撮りたいと思います。いや、いい公園ですね、ここ。
こっちに向かって歩いてきてくれる。いいね、めちゃくちゃいいね。シャボン玉めっちゃいいな。最後の撮影中ですお仕事前に、京子ちゃん来てくれました。本当にありがとうございます京子さんありがとうございます。和尚多いです。和尚多いどうでした？いやマジで大自然の中を、童心に帰った気持ちであの、はいね、楽しく撮影させていただきました。いや嬉しい。なんか素敵な作品になりそうですね。虫よ。本当に虫よ。虫。この MV は虫との戦いです。はい、ということであの今回、デキストリーの MV に、急遽というかあの京子さんが出てくれましたんで、ぜひねあのMV の方たくさん見てください。いやもうマニアでもう一人4万回見てください。4万回ね。3分だからまあまああるよ。人生の何分の1か使ってくれ。はい、ということで今回の MV のスペシャルゲスト、京子ちゃんでした。ありがとうございます。あそこそのまま消えてくるんですはい、京子ちゃんを送ってこれから、クリチョモだけの撮影になります。はい、チョモさん入りますあ、そうですね、大変でしたね。なんで早朝から京子迎えに行かなかったの。めちゃくちゃ朝早い。あいつ働きすぎやから。
しいやろ、あいつこのまま準レギュラーマジでやるつもりちゃうか。今までのクリチョモの MV の中でもちろん女の人が入ってきたのも初めてですし、ただまず今までの曲は基本やっぱりクルチョも節が散りばめられてそうだね、しっかりこれってテキストリーのことを忘れちゃうようなただのラブソングや。そうだね、テキストリーって言ってくれるけど、そうだね、クルチョの風になったんじゃないかな。クルチョの中ではこう急にイヤホンしなくてもいい曲になってくる。あ、そうや、ね、俺もツイキャスやってると慌ててイヤホンにしましたっていうコメントが歌い出すのめっちゃ面白い。めっちゃ面白い。通常チャンネル見てや、わかりそうなもんやね。まあまあね、新世界。逆にこれでなんか福山みたいな感じめっちゃ気持ち悪いじゃん。あんちゃん。はい、ということでですね、今回はテキストリンのご紹介でした。ありがとうございました。右肩を舐めさせて。新しいね。新しい。これ何か来るのか待ってたから。